昭和47年、青森市のガッポ公園の映像です。野球場や海水浴場を備え、明治時代から市民の憩いの場として親しまれてきました。奥州街道の名残が残る松並木です。当時は公園に隣接して競輪場がありました。およそ1万人を収容できた青森競輪場、レースが行われる日には大勢の人たちでにぎわいました。ボート遊びや学校の課外学習など、多くの市民がいろんな場面で利用するガッポ公園。全国的にも数が少なかった都市近郊の海水浴場。しかし、経済の発展とともに海の汚れが問題となっていました。この年、海底に沈んだゴミなどを取り除く大規模な清掃作業が行われました。その清掃作業は翌年も行われ、海の底にあったゴミはきれいに取り除かれていきました。自分たちの公園をきれいにする、市民も砂浜の清掃に取り組みました。現在、ガッポ公園の管理をする千葉さんです。まあ、競輪場がここにこうバンクがこういう感じであって、競輪場の入り口がこの辺にこうあったと思います。この競輪場がなくなって多目的広場として今利用してますのでね。綺麗な海は公園の自慢の一つです。毎日そのボランティアでゴミ拾いしたりしてる人何人もいますよ。本当に市民にとっては親しみがあるし、ずっと残していきたいという、そういう公園だと思いますね、はい、いつの時代も人々を癒してくれるガッポ公園です。